こんにちは、今日は、アウトドアパーク2023に遊びに来ました。はい。で、こちら万博公園の太陽の塔前で、今日はオープニングを撮ってます。お金むちゃくちゃ下ろしてきたんで爆買い動画爆買いすると思うんで、はい、まあ、僕と一緒にこのアウトドアパークを今から楽しんでいきましょう。それじゃあよろしくお願いします。これが入り口なのか出口なのかは、いや入り口やろ、これでもどう見ても入り口やろ。キャンプの前の入り口ですね。お、キャンプの前の入り口です。忘れてる。多くなっておりますので、また皆さんはご活用の検討をお願いいたします。ここに来てる店員さん全員説明します。ゴースローキャラバン、ゴースローキャラバン、いや一応見たいです。あるんすか。あ、履いてるぞ。フェリック。あ、いいよいいよ。ちょっと見たいとこ多すぎて時間足らんっていう今日。やばい。フェデカ、フェデカライフ。ここはハイランダーのブースでですね、以前僕が撮った動画の立花を今設営してる動画を撮ってました。詳しくは僕の前の動画をご覧ください。立花、ね、ハイランダーの。あ、そうや、はい、ワンティグリスとハイランダーのコラボ、かっこいい。ちょっと恥ずかしい。そう、恥ずかしかった。森にして。あ、なんかゲームやってますよ。2時からワンコイン育児スタートします。ワンコイン育児。今何時ですか。1時50分。あ、もうそろそろやりましょう。2時から今からパスツールというブランドの500円ワンコインくじがあるということで、ちょっと参加したいと思います。なんか隣のオレンジ見てたら白間に並んでたんすね。そうそう、流れに。なんかあるなって言って見てたら列に入ってました。今日持ってきた、これで500円。ちょっと足らないんで大きい方のお財布開けます。これでワンコイン行ってきます。ここで持ってるか持ってへんかがキャンプン、はい、キャンプの神様は裏切らない、はい、そうだろ。これ知る。この間のオープニング、え、この間の動画のオープニングで、あ、そうだろって変な顔しとったやつでしょ。これで、2回、2回、1回、1回でいいわ。1回だけいく。2カップ。2カップ。これです。4等や。出てるね。目標は1等。あ、エプロン1個なくなってる。お前1等か2等、目標3等出ました。出てるね。すげえ。2回お願いします。はい、ありがとうございます。4等。あ、マルチパンパだ。やった、やった。欲しがってた、欲しいやつ。これめっちゃいいじゃん。はい、当たりました。ボンベカバー、ガスボンベは缶カバー、めっちゃいい。お、かわいい。ボト、ありがとうございます。やった。こんな感じでライブスペースもあったり、子供が遊べるようなこんな感じで。あ、ほんまや。行きましょうか。うわ、これめっちゃおもろそう。これ俺いつもやりたいやん。これやばいやん。ここは飲食のブースです。はい、ありがとうございます。うわ、だし、スパイス、カナリアカレー。お昼ご飯は、ここのルーローファンをいただきます。ルーローファン届きました。うまそう。うまっ。うまい。めちゃくちゃうまい。いただきます。
一個怖いこと言っていい、はい、これチャーシュー食われへんか忘れてた。え全部チャーシュー。あのとろけすぎたら食われへんね。あんまり得意じゃないね。いただきます。うまいな。めっちゃうまい、うん、あ全然いけるわ。あ、うまい。うん、全部いただきました。私ももうめっちゃ飲んでるな。2本3本目です。泥酔です。僕まだ2本目です。あ、このクージいいですね。あ、いいですね。新しく作ったスマッシュアップのアイテムです。よかったらライブハウスでゲットしてください。お願いします。告知今武田バーベキューさんにお会いすることができました。はい、挙手を。嬉しい。あの武田さん公式にあの飲めんやってくださいって言われとったんで。あ、確かに。多分舞い上がって会話聞いてなかったけど。お前ナイスヌードル。そう、この間俺たちツイッターで、はい、あの何メンションして、はい、自分の動画上げた時にナイスヌードルってリプもらって、はいはいはい、飲めんやってくださいって言われたんで。多分いや、またやってくださいって言われた時、武田さんはって言っとったけど、多分ちゃんと聞いてなかったから。嬉しすぎて。あ、やるよ。飲めんやります。次回飲めんです。はい、ということで、はい、ね、このアウトドアパーク、はい、エンディング。まあ、一旦ちょっと休憩して、はい、この後も続きます。はい、ドリンク買い出します。はい、ありがとうございます。いや、もう、うまそう。でも悪いやつやな、ビール。そうっす、俺もあんま分かってないんですけど、ビールと炭酸ホッピーみたいな感じじゃないですか。あ、分からん分からん。初めて。ちゃんとした情報だからテロップ入れてください。いただきます。なんかこれ新しいな。ビールっぽいけどビールじゃない。じゃあこれをじゃあクージーに入れてね。これ何ですか、そのクージー。これタクージー。あ、タクージー。デザインのクージー。はいはい、僕のバンドのクージーです。ここということで、いただきます。うまいわ。ビアボール、ビアボール、ドラゴンボール。はいはいはい、こんにちは。すいません、はい、こっちが L サイズだったりします。ただ、物販をやってます。物はあるってことですか。物はあります。開けて当てるのはできないですか。物をですか、はい、ちょっと開けれないんですよ。開けれない。あ、分かりました。でもサイズ感は一緒ってことですか。一緒です。でもこっちは、うん、L。 あります。ほら、あ、あ、そうそう、ありがとうございます。色悩みですか。色悩み、まあ、でもサイズは L の方が、はい、ちょっとあのストアで買われるよりは、はい、どうぞ。はい、ちょっとさっきこれのサイズがなかったんですよ。はい、はいはい、なかったやめようかったけど買う口になってて、ここのブース出る散歩前ぐらいにちょっともう一回着ようかな。やっぱ買おうかこれちょっと僕こっちのかわいい行こうかなって。さっき買った帽子と合うかな、色合い。やっぱ黒の、あ、でも赤かったね。赤、あ、やったら赤の方がいいね。買います。ありがとうございます。かわいい、この和っぽいのがかわいいですね。どうですか、買います。じゃあ店員さん呼びに行きます。はい、この L サイズ、はい、だからバーベキューさんにやめんの、はい、あ、やめ、あ、打つっていうか動画、はい、動画です。ナイスバーベ、武田バーベキューです。ありがとうございます。
また野外ですすってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やった。ありがとうございます。すいません。すげえ嬉しい。すごいですね。やっべえ、引きありましたね。ナイスサムネ。もうこれだけで今日の撮る。もうサムネということで、今回アウトドアパーク2023遊びに来たんですけども、まさかの、僕の一番大好きな人に会えたということで、はい、あの結果武田バーベキューさんすごいええ人っていう。そう、武田バーベキューさんがいい人すぎて、好き、あんなええ人なんやな。めっちゃ好きだった。写真も快く引き受けて、動画もなんか OK いただいたし。そうですね、パッて見てすぐこっち来てくれましたね。めっちゃ嬉しいわ。武田バーベキューさんとね、またいつか動画で会えるように頑張ってやっていくんで、はい、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。もうこれも高評価でしょ、はい、高評価すぎる。そうですね、グッドボタンをチャンネル登録とよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。最高すぎる。今外出て帰るとか、ね、爆買いしました。爆買いしましたね。吉本も何やかんや買ってたもんな。9000円ぐらい。あ、そんな買った。帽子2つと、うん、でカバンとルーローハンです。1万ちょうどぐらい。 あ、そうか。あ、でも俺もそんくらい使ってるかも。帽子と帽子シャツ6000円、7000円のルーローハン8000円。ほんまや、9000円くらい使って、ガチャガチャ2回してるし、ガチャガチャというかガチャガチャ、ほんまや。楽しかったです。あの武田バーベキューさん見つけた時だけ、タクジさんめっちゃちっちゃく見えました。いつもの先輩かな。そう、先輩の背中がなんかちっちゃく見える。もうただのファンやったから。なんか若干背中もちょっと丸く見えた。おじいちゃんになってる。へへへ。高度感でどう。いやいやいや、まあでもよかった。めちゃくちゃイケメンだったな。引くぐらいイケメン。ということで、まあさっきもエンディング撮ったんですけども、エンディングなんか何回って言うの。はい。まあ、ぼちぼち帰ろうかなと思います、はい、いい日やった。よう寝れます。ということで、改めて、この動画よかったらチャンネル登録と高評価で、ぜひよろしくお願いします。よろしく。じゃあまた次の、動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。でもや